初回はちょっとゼロックスが明日に控えてるんで、今日金曜日に撮ってるんですけど、うんうん、あの明日に控えてるんで、ちょっと今年のフロンターレやゼロックスやらちょっと見どころだったり語っていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、はい、そうです。ゆきです。ふるさぽ FC 言ってた俺ふさぽって言ってよ、絶対ふさぽって言ってた。言ってた言ってた。今シーズンの急だね。今シーズンの急じゃない？だってそう書いてあるの。急じゃない？ああなるほどね。え？なんかほら一応チャンネルの説明とかしてる。いいんじゃない？いいんじゃない？じゃあチャンネルの概要概要説明お願いします。フロサポ FC はなんだろうね。だろうね。うっすらしてる。まあ普段の試合のマッチレビューとか、うんうん、あとはそうね、なんか例えばそのまあ注目の選手、好きな選手喋るとか、うん、もう本当なんかフロンターレのサポーターが話してるようなことを、ね、話そうとか、その試合のそう注目点とか、そこら辺をねいろいろとこう話して、でここ見ればいいんだなっていうのがねこう分かって、試合をより楽しめればいいんじゃないっていうので始めました。なるほど。という感じです。はい。はい、ベテランのフロサポさんも初心者のフロサポさんも楽しめるようなコンテンツってこと？そうそう、俺がベテランだからね。初心者俺何年目？12年目とか13年目とかじゃない、サポーター歴。すご普通の反応して普通の反応した。あれ何年目だっけ？今年5年目。ああ5年目かかな。うん、うん、多分。はい、っていう感じの2人がお送りしていきますよろしくお願いします。ってことで、初回はちょっとゼロックスが明日に控えてるんで、今日金曜日に撮ってるんですけど、うんうん、あの明日に控えてるんで、ちょっと今年のフロンターレやゼロックスやらちょっと見どころだったり語っていこうかなと思います。はい、お願いします。はい、じゃあまず、はい、今シーズンの川崎の補強どうですか？そんな機械的な読み方するの？マリタヒネマさん。いやいやいや。まあ今年はそうね。でもフォワードは多いなと思うんだけど、でもやっぱ一番の注目だったらやっぱり分かりやすいとこあとシミッチじゃない？ああ、ちょっと食い気味にカオルくんって聞こうかな。それコサポだから、ね。ああ、違かった。なんか今まで多分縦パスを通す人って結構そのなんだろう、短いその目の前にいる選手に対してその縦パスつけるとか、まあそれかちょっと長いボール蹴って散らすとかっていう配球は多分ボランチ多かったんだけど、なんだけどグラウンダーで長い縦パス蹴れるわけ。だからなんか例えばそのセンターサークル真ん中でボールシミッチが受けたとしたら、ダミアンに直接パス届けられるわけ、グラウンダーで。だから、まあ、ダミアンがなんか、なんでくれないのみたいに、なんかこう、結構甲高い声で吠えてるじゃん。アーケミってすげー。そうそうそう。だそれちょっと減るんじゃねって思ったりはしてる。なるほど。割と、だから、ブラジル人同士だし。うんうんうん。だそこで結構、多分ダミアンのプレーの関与する数は、いい感じで増えんじゃないって思ってたりはするんで、ただ一番注目シミッチかな。まあでも遠野とかもやっぱ結構楽しみだけどね。うんうん、うん、ね、なんか結構あの人空気読めないプレーするからまあでもそれで輝いてるからね。そうそうそう、なんか、うん、なんだろう、前言ったのだと森本とかみたいになんかこう急に点取るみたいな、うんうん、だ急にミドルシュートとか打ったりする選手なんだけど、うん、なんかそこら辺は ACL とかでこう苦戦してる時とかいい意味で風穴開けてくれんじゃないかなっていうふうに。なるほど。思ったりはしてる感じですかね。なるほど。ちなみにゆきさんの方は何か言いますか？私はカオルくんですかね、やっぱり。新加入は新加入はそうだな、あんまり考えてないけど。でもあんまりまだプレー見たことない選手多いよね。そうだね。ね。うん。なんか毎回フロンターレってこうすごい有名な人取るっていうよりはお金あるのにね。ね。
赤字だったみたいだけど、まあまあまあ、そうね、あんまりだからこう誰もが知ってる選手取るっていうよりは割と J2 とか、うん、で J1 でそんなにこう出番が中くらいしかないとか半分試合出てるとかそれぐらいの選手だったりすること多いからね、うん、だ割となんかフロンターレだけ追ってる人だったら結構見るのも楽しいみたいな、確かに感じよね。なんか風向きが一気に変わるなみたいな。風向き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 が一気に変わるなんてどういうな何を言ってるの、どういうこと、まあ、眠いのかも、ね、11時に撮ってるから、ね、うん、まあそんな感じです、まあ、そんな感じかな。新加入そうだね、まあでも知念はちょっとどれだけ成長したのかはちょっと気になるかも、復帰組でね、うん、確かにね、いきなり、まあ、戻ってきてスタメン争い厳しいけどね、だいぶメンツ的にもね厳しいけど、うん、ACL 用でしょ、まあ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 、ね、割と体が当てられるし、うん、あ楽しみであるよね、知念とダミアンの2トップにクロス当てまくるみたいな、あ確かに、まあ、切羽詰まったら見れんじゃねえとか思ったりして、確かに、うん、あ、じゃあ対戦相手のガンバについてお聞きしたいんですけど、うん、はいはい、ガンバの補強ってどんな感じなんですかね。ね、まずね、フォワードが結構層が厚くなった印象があって、向こうも同じなんだ、うん、助っ人でね、レアンドロ・ペレイラ、広島にいたんだけど、うん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 、去年15点ぐらい取った選手、うんうん、とあと確かチアゴ・アウベスを取ったのかな、フォワードで、でなんか結構点取れる人はまあなんか改めて揃ったなって感じです。うんうんうん、そうな、去年多分ね、ガンバってリーグ9位ぐらいだったはずなんだよね、リーグ戦の得点が。そうだね、あんまり取れないというか、取りきれないというかね、複数点いっぱい取るようなチームじゃなかったから、うんうん、そこら辺はちょっとまあ、ある程度こう個人の得点能力のある人というか、かチアワウベスとか特に、なんだろうね、結構個人技が長けてて、うんうん、でシュート上手い選手って印象があるから、うん、そこら辺は結構、ACL っぽい補強でもありながら、まあうん、リーグ戦でもある程度こう入れ替えても質が落ちないっていうか、そんな補強かなって思うし、うん、あとはまあ韓国人で確か中盤ちょっと名前忘れたんだけど誰か取ってて、うん、まあ、その人も多分どうなんだろうな、今シーズンキャンプでガンバ 4-3-3 やってたはずなんだよね、またお前らも433かって感じなんだけど確かにそうだ、433やってたから、まあ多分そこのアンカーとかそうインサイドハーフの一角、うん、まあ、中盤のどっかで多分使われると思うから、まあ、そこもちょっとプレー見てみたいなっていう感じか、ね、なんで結構層はね厚くなったかなっていう。基本的にガンバはフォワード補強すればもう完成しそうな感じだったね、あ他の主力的にどうなんだろうね、まあでも結構ミッドフィルダーだと山本とかルーキーで出てきた人が割とこうゲームコントロールするような役割もちょっとずつ覚えてきながらって感じだったから、うんうんうん、まあ、割とこう育ちながらいい感じでチーム進んでるんじゃないってこうなんとなくふわっと見てるけど、でも去年の頑張って勝ち方なんかなんだろうな、なんか勝ってたみたいな試合が結構多いから、確かになんか圧倒したとか全然なくて、まあでも川崎が圧倒しすぎて、まあまあまあ隠れちゃったのもあるかもしれない、あったけど、まあでも結構なんだろう、すげえボコボコにされてんのになんか無失点で抑えて1点だけ取って勝つみたいな、うんうんうん、戦い方が結構多かったから、まあ、なんかそこら辺でチームとしてこうボール奪うところとかが定まってないときついのかなっていう感じはちょっとするけどね。確かに、じゃあ次、はい、予想スタメンについてお伺いしたいんですけど、はい、じゃあ川崎側からいきましょうか、はい、予想スタメンお願いします。まあ、まあでもやり方は去年とそんなに変わらないんだけど、じゃあ誰がアンカーに入るのっていうところが割と気になるところ、確かにだよね、うん、で鬼木は勝ちに行くのか、やっぱゼロックスも勝ちに行く、あでもなんか試しに行きそうな気がする、試しつつ勝ちたいみたいな感じで、うん、だからまあどうすんだろうな、多分スター
当に関しては、まあ、青がアンカーになって、うん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 、っていう形、まあ、アンカーというか、まあ、3センターの真ん中になって、まあ、そこで脇坂を締めあたりとか、うんうん、で一旦スタートして、まあ、後半からいろいろ混ぜながらやっていくのかななんていうふうに思ってたりは。あ、なるほど、はい、っていう感じかな。そう、足りないところそんなにないもんね。なかったもんね。うん。まあ強いて気になるとこだと、なんか遠野がどこで使われるんだろうっていう。ああ、確かに。なんで結構その福岡アビスパだと多分ツートップの一角だったんだけど、うん、そこが右ウイングになるのか、それともインサイドハーフとか、割と動き回れるタイプだったりするから、フィジカルも強くて、うんうん、パワー持ってて。なんでまあインサイドハーフとか、まあ、どこで使うんだろうなっていうのは全然読めないので、そこはちょっとすごい普通にファンとして気になるっていう感じ。確かに。あとそう、塚塚コンビってどこだっけ、ポジション。塚川は多分インサイドハーフで、うんうん、小塚どこで使われるんだろうな、全然読めないや。多分でも彼もインサイドハーフだと思う。え、じゃあ塔の右じゃない？右か。だって家長だけじゃない？右。確かに確かに。うん。そうね、確かに。小塚、そうね。本当にどこで使われるのこれマジでわからん。じゃあ結構中盤暑いね。うん、そうね。今シーズン。うん。な、去年よりも割とこうなんか体格の優れた選手というか、うん、なんか割と体ぶつけられても大丈夫そうな人は増えたなって感じ。完全に ACL 対策ですかね。対策だね、多分ね、だろうなっていう感じはするんで、まあ、アンカーがとりあえず誰が入るのかっていうのと、うんうん、新加入組がその中盤の選手であればどこで使われるのかとか、うんうん、そこはちょっと全然わかんないから、なんかその頭の中を覗いてみたいなっていう意味でもちょっと楽しもうかなって感じですね。なるほど。じゃあ試合のポイントについてお伺いしたいです、はい、ちょっとガンバは僕そんなに詳しくないんで、まあ、でもガンバはね、去年結構戦った印象だと、うん、1-0、5-0、1-0だったよね、3試合。そうだね、割とその1戦目が一番怖かったんだよね、ガンバとの試合って、うんうんうん、多分そこが一番いい試合で、で 2試合目、3試合目だと多分結構引いて守ってブロック作ってワンチャンス狙ってみたいな感じの攻め方だったと思うんだけど、なんでまあ結構井出口がいるかいないかっていうところが結構頑張って戦い方変わってくるなって思ってて、うん、そうね、まあ、井出口ってやっぱまあ中盤でボール取れて結構動き回れる選手なんだけど、うん、まあ、彼がいないとそのガンバの中盤のボールダッシュができないから、うん、なんで結構引いて守るみたいなのが2戦目と3戦目はもうそういう戦い方になってた、ガンバが、うん、ただ1試合目に関して入り口いたよね、多分いたと思うんだけど、うん、なんでこうボール奪いに行っても入り口のところでこうぶつかり合いとかになればある程度ボール取れるだろうっていう、うん、っていう算段で入ってたから、うん、まあ、そこで結構、まあ、フロンターレ的にも正直前から来られる方がめんどくさいっていうのは結構正直あるから、うん、なんでまあ入り口がいるかいないかで前から取りに行くのかブロックの守備で待つのかっていうのが去年のやり方だと分かれそうな感じがするから、あ、そこは結構見てみたいし割と注目かなって感じですね。なんで入り口がいない時の戦い方といる時の戦い方の違いなるほど、は結構見てみたいなって感じがしてるかな。あとはまあフロンターレ側で言うと三笘の出来、うん、すっげー笑顔三笘と長谷川の出来、はい、ここが結構鍵になるかなと思ってる。達也復帰してからちょっと不調だったからね、昨シーズンね、うん、なんか全然こうインパクトが残らないっていうかねなんかボールもらってもそんなにこう縦行く回数もなかなか作れなくてみたいな。ここ最近ちょっといい意味で目立ちすぎてたからね。そうね、ちょっと余計に最初はね、にしてたからね、点が取れてたからね、うん、昨シーズンの最初は、うん、そうね。なんでまあすっごいちゃんとしたポイント喋ると、そのガンバが多分右サイドバックで高尾と、うん、右のサイドハーフかで小野瀬がいて、はい、右のインサイドハーフに井出口がいるんだけど、この3人割とやっぱ攻撃のパンチ力持ってたりとか、
結構最終局面に近いところで関わってくると強みを発揮してくれる選手たちがいるので、そこに対してこう三笘が多分ボール持ってドリブルで仕掛けたら、まあ、多分高尾1対1じゃなくて、うん、そこに井出口だったりとか小野瀬とか、うんうん、そこら辺がこうカバーに入ったりする形が増えると思う。ドリブルで抜かれるとこもあるからカバー入るかなって思うから、うん、そこでそこでもちゃんと2人剥がすとか、時間使ってちゃんとこうその人たちを守備に下げさせるとかした上で、こうカウンターになったらその分こう走って前でないといけないから、うん、その分こう例えば前線にパトリックがいたらその人にロングボールを当てて、うん、こう収めてもらわないといけない時間が結構長くなったりするから、うん、まあ、そこでこうガンバのカウンターの攻撃力を削ぐっていう意味では結構そこの三笘長谷川あたり、まあ、家長もそうだけど、うん、そこのこうここで負けないなっていうところは結構試合展開かなり大きく分かれてきそうかなっていう感じはするね。まあもちろん中盤でボールの奪い合いで負けるのも相当困るけど、勝つためにはやっぱそこで負けずにカウンターの勢いを削ぐっていう、うん、そこに割とフォーカスした方がいいかななんていうふうに思って試合見てこうっていう。なるほど。思ってますけど。なんか確かに薫くんのこと聞いたら、しみちと薫くんの相性も良さそうだね。確かにね、そう、しみち結構長いボールも割とさっと蹴れるから、うん、普通に逆サイドにいる三笘に向かってボール蹴って1対1の局面とか、うんうん、割と作れる回数とかも結構あると思うし、うん、左利きなんで、なんか楽しみになってきた普通にね、普通にしゃべってきたなんで、まあそこら辺はちょっとまあ楽しみに、うん、はいはい、普通に見ていきたいなというふうに思います。長々とありがとうございました。ありがとうございましたここまで見た人よく見たなと思う。いや本当にそう、はい、まあ、こんな感じでね、マッチプレビューとかレビューとか、はい、はい、とか、まあ、あとはね、なんかこうなんだろうね、急に喋りたくなったら多分喋るでしょ、うん、はい、って感じなんで、はい、ぜひぜひ見守ってくれればじゃないよね、はい、ご覧いただければというふうに思います。はい、はい、ということで、はい、ということでチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします緩いなじゃあでは